皆さんこんばんは、黒脇柳です。神隠しの夜、続きをやっていきたいと思います。でね、バナナケーキだって。もう嫌な予感がしますが、やっていきます。食べられるのかな、ちゃんとバナナケーキ。僕はバナナケーキ食べたいな。正午に一度みんなで集まったが、この時は簡単な現状報告だけ行ってすぐに解散となった。そして今はもう午後6時の10分前だ。5時50分。そんな、なんか英語みたいな表現しなくてもだいぶ経ちましたね。6時には再度集合して、今日初めての食事をとる予定になっている。僕のお腹はもうペコペコだ。でしょうね。いさ、約束の午後6時になったよ。またみんなのところに戻ろうか。あ、もうそんな時間か。なんだかんだ時間って過ぎるもんだね。今回はこれからみんなで今日初めての食事をとることになっている。僕の心も自然と弾み、リサと一緒にみんなのもとへ急いだ。あ、そっか、簡易スリッパなんでしたね。遅いぞ岩月。すみません、部長かな。どうやら空腹のあまり気が立っているらしい部長だな。鼻息の荒い部長を見て、この体格の良さも相まって、僕はゴリラを連想した。ヤシロくん、こんな言い方することないじゃない。またね、部長への圧が。6時頃に集まろうってだけだったでしょ。いつものように美咲さんが優しく取りなした。さて、みんなもかなりお腹が空いているだろうから、早速だけど食事にありつこうか。辰巳さんが手にした包みを広げる。ワクワク。丁寧にラップされたバナナケーキは、腹を空かせた僕たちにはとても貴重なものに見えた。いやー、僕バナナケーキなんですよね。ね。おくりとみんなが唾を飲む音が聞こえたような気がした。なんだかんだ皆さん空腹なんじゃないですか。せっかくだからケーキに合わせてコーヒーも入れたのよ。インスタントなのが残念だけど。美咲さんの言葉通り、あたりにはコーヒーの香りが漂っている。優雅だ。みんなちゃんとこの時間まで耐えたってことで、美咲がご褒美に入れてくれたんだ。ちなみに今回分でもう終わりとのことだ。メンバーが順にケーキとコーヒーの入ったカップを受け取る。ちょっと、ともかの分はどうするんですか。すでにケーキを受け取った部長が辰巳さんに尋ねた。もともと辰巳さんからのプレゼントだったケーキは7切れあったので、1切れは余る計算になる。辰巳さん、もともとは自分は食べない計算だったんですね。戻ってくるかわからないし、食べてしまっていいんじゃないかな。部長が待ってましたとばかり、やはりと笑った。確かにリサが先ほど言っていたように、自分勝手な部分が目につくようになってきた気がする。じゃあ余りを食べたいやつは。部長が手を挙げながら他のメンバーに確認するが、誰も手を挙げる様子はない。なんだよ、みんな自分に嘘つきだな。じゃあ俺が2切れもらうとするかな。体格も一番大きいから、まあ順当に考えてもそうだよな。部長がそう言いながら、辰巳さんの手から2つ目のバナナケーキを取っていく。部長の行動を目の当たりにして、僕が半ば無意識に隣のリサの顔を覗き込むと、ブリスクとブレスケアしか持ってこなかったくせに、何なんだよお前は、とはっきりと書いてある。うん。
この後しばらくコーヒーとケーキを満喫しながら、いろいろとみんなで雑談をした。不思議なもので、今の状況に関する話題は避けられ、まだ蝶と友果ちゃんが入部する前、僕たちが入部したばかりの2年前の話で盛り上がった。表面上は何事もなかったかのように、楽しい話題だけが続けられた。こんな流れを断ったのは、少し話が途切れた時に発せられた部長の一言だった。田部長、なんだかさっきからやたら眠いんだ。悪いけど先に寝てもいいかな。実は俺も眠い。空腹時に甘いものを食べたからかな。精神的な疲れのせいもあるんだろうが。医学生らしく、辰巳さんが説明した。コーヒーを飲んだから目が覚めるはずなのに。こういう美咲さんも、うなずく島抜きも眠たそうだ。水かな?実は僕も少し前から眠気を感じていた。おかしい。ということで、この場は解散することになった。嫌な予感がするなぁ。大丈夫かな。その後、男女でまとまって交代でトイレに行ってから僕たちは解散した。時刻は7時半を回ったところだった。まだね、寝るには早いですもんね。でも、こんな時間から眠くなるなんて、自分でも気づかないうちに消耗しているのかな。こう話しかけると、リサは首をかしげた。なのかな。でもなんだか昨日もこんな風に眠くなった感じがするんだけど。昨日はアルコールのせいじゃない？疲れてるから同じように感じるのかもしれないけどね。でも今日一日ずーっと座ってたわけです。そうかも。そうかな。そうかな。じゃあ、はい。こう言ってリサが近づいてくる。またそれか。僕は少し周りを気にしてからリサにキスをした。リサの舌が唇を割って僕の口に入ってくる。これがないと寝られないからね。僕はもう突っ込みませんよ。僕はもう突っ込みません。満足したリサは手際よく新聞紙製スリッパと上着を脱いでシュラフに潜り込んだ。僕も慌ててそれに続く。おやすみ、リサ。愛してるよ。私もだよ、新一郎。僕は少しだけ気分が高揚していたものの、急に猛烈な眠気に襲われて、いつの間にか眠りに落ちていった。なんかおかしいなぁ。なんだろう。皆さんどっちだと思います?お水と食べ物。水怪しいですよね。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。ああ、部長だ。洞窟内に大きな叫び声が響き渡った。食べ物。なんなんだよ。なんなんだよ、これは。腹の底から絞るような絶叫。部長の声だとすぐに分かった。何事?目を覚ました僕が慌てて目出し帽を脱ぐと、隣のリサも同じように起きたところのようだった。どうしたんだろう、部長。こんな大声出して、毎回部長が最初に目覚めるんですよね。遠くからまだ部長のわめき声が聞こえてくる。やだな。大丈夫かな。大丈夫ですよね。この時、部長の声に混じって美咲さんの甲高い悲鳴が洞窟内に轟いた。念のため筆時計を確認すると、時間は5時15分だった。早朝の。僕たちは目を見合わせて急いで悲鳴のもとへと向かっていった。
丈夫かな。あーって悲鳴が上がった場所は洞窟の入り口付近、血まぬきが寝ていたあたりのようだった。ん？到着すると部長が血まぬきの傍らにひざまずいていった。母さんも離れたところで膝をついている。え？一体どうしたって言うんですか。僕は息を切らせて駆け寄ると部長に尋ねた。どうもこうもねえよ、これ見てみろよ。え？そう言って部長が島抜きの傍らから体をどけた。部長が抜いた途端に視界に飛び込んできたのは、辺り一面を赤黒い液体だった。僕はそれを見た瞬間、へなへなと座り込んだ。視界は吸い込まれるように山上から離れない。シュラフに入ったまま、島抜きは目出し帽のせいで顔は見えないが、喉元が赤黒く染まっている。激しい血しぶきが、シュラフの上半分や、金の地面に飛び散り、喉から溢れたおびただしい血液が血の池を作っている。夏美さんは？血の泉の中心地は喉元のようだ。近づいて喉元を確認すると、ここは口よりも大きくパックリと切り開かれ、内側の肉がめくれ、上側に露出している。凝固した血液は傷口全体にべっとりとこびりつき、すでに赤から黒へ変色している。この惨状からして、すでに島抜きが絶命していることは誰の目にも明らかだった。僕ね、彼のこと結構好きになりかけてたの。遅れて到着したリサが僕の肩を思い切り掴んで叫び声を上げている。落ち着いて。リサはすぐ隣にいるのに、この叫び声はなぜだか遠くで聞こえるような気がした。僕たちの平穏だった毎日が劇的に変化したのは今まさにこの瞬間なのかもしれない。なんで？ああ、声にならない声を上げながらリサが崩れ落ちた。落ち着いて。とりあえず落ち着くんだ。僕はリサの視界に島抜きだったものが入らないようリサの体を反転させて強く抱きしめた。僕たちのすぐ後ろには呆然と立ち尽くす部長と美咲さんの姿があった。これは今度は何は？はい、たつみさん。遅れてやってきた辰巳さんは僕らの横を通り過ぎて島抜きの死体に戸惑いもせず近づいていった。ねえ新一郎、辰巳さんやけに落ち着いてない？え、いや一連の騒ぎで最悪の状態を見越していただけだと思うよ。まあ医学生ですからね。僕とリサは抱き合いながら辰巳さんを眺め、耳元で言葉を交わした。疑心暗鬼が始まってしまった。さすがに普段から死体を見慣れている辰巳さんは、僕たちなんかと落ち着きが全然違う。え、もう。検体と、ね。そういう人現場の意義は違うじゃないですか。まるで自分の仕事だと認識しているかのように戸惑うこともなく島抜きの死体に手を触れた。誰も直視できない中でまずは顔を覆っていた目出し帽を脱がせて顔を確認している。確かにやっぱり島抜きで間違いないな。そっかそっか、翔くんの可能性もあったのか。
僕たちに説明するように辰巳さんがつぶやいた。死亡推定時刻なんてわからないですよね。部長が声をかけた。申し訳ないが、一発の医学生ごときではさすがに、ここまではわからない。法医学とか、そっちを専攻していればわかるんだろうが、あいにく俺はただの小児科志望だしな。か。辰巳さんの説明によると、血まぬきの外傷は、喉元の深い傷だけだったとのことだ。何かストックみたいなものでつかね、病気は違うんだ。ただし喉元の傷は一度や二度の刺し傷ではなく、何十回もの攻撃が加えられた形跡があるという。出血だけでなく傷跡からもそれは明らからしい。怨恨？でも、顔がわからない状態だったんですよね。目出し帽で。間違えたんじゃ、犯人。あたりはカッターかそれ以上くらい。料理用の包丁ですかね。傷口の断面からして、切れ味はもうちょっといいものを使っているはず、とのことだ。辰巳さんによると、例えばよく研いだ果物ナイフといったところではないかとのことである。とはいえ専門外なのでそこまで自信はないというのが本人の弁だ。この事実だけだとイメージは湧きにくいものの、よくよく考えると異常さが浮き彫りになる。犯人は寝ている島抜きの無防備な喉元にめがけて、叫び声を上げる隙さえも与えずに、めった刺しにして殺害しているということだ。ひどい。どうして無防備の相手にこんなことができるの？リサが涙を目に浮かべて、ぽつりとつぶやいた。僕はリサを優しく抱きしめた。とにかく、まずはこの島抜きの死体をどうするか考えようか。違うでしょ。誰がこんなことをやったのかを、止めるのが先に決まってる。部長が辰巳さんに食ってかかった。この様子じゃ目撃情報はなさそうだし、こんなことをする残忍な奴が。少し追求したところで自白なんかするとは思えない。俺はそうだけど。一応尋ねておくが、この中に、島抜きをこんな風にした奴はいるか。いたら挙手してくれ。ああ、それは、誰も一言も発しない。自白してもらえば救助が来るまでは、被害を与えるようなことはしない。重い沈黙が辺りを包んだ。やっぱりな。まずは島抜きの死体の処置を考えよう。犯人についてはそれから考えよう。辰巳さんの言うことはもっともかもしれない。広い洞窟の入り口付近とはいえ、居住空間にそのまま死体を置いておくのははばかられる。医学生である辰巳さんの提案により、島抜きの死体は状態維持のために屋外で安置することになった。辰巳さん、部長、僕の男三人で島抜きの死体を担ぎ、洞窟の入り口からやや離れたところまで運んだ。降雪により見えなくなってしまうことも想定し、目印のために簡単な雪柱を作ることも忘れない。作業を終えると、誰ともなく顔の前で両手を合わせて、血まぬきの黙祷をした。血まぬきが。で、
誰なんだよ。一体誰が島抜きを殺したんだよ。何のために。そうだそうだ、デリカシーはないけど悪い人ではなかったっぽい。何かまずいものを見ちゃった。見たと犯人に勘違いされた。戻るや否や部長がわみき散らした。やしろ、気持ちはわからんでもないが、そんなことを言っても犯人が自分から名乗り出るはずがない。それに犯人探しの前にまずやるべきことがある。やるべきこと？ああ、身体検査と荷物検査だ。さすがに島抜きを刺した凶器は出てこないと思うが、今後のためにも危ないものは没収しておくべきだろう。辰巳さんの提案に従い、僕らはお互いのボディチェックを入念に行った。でもこれは想定済みだろうな。外のね、洞窟の外に埋めておけばいいだけだもんな。リサと美咲さんはお互いを、男性3人は念のため2人がかりで順番に確認し合った。想像通り凶器はどこからも出てこなかった。続いて荷物検査が行われた。先の尖ったものや重量物などは凶器として使える可能性があるということで中の対象となった。アイゼン、ストック、ピッケルなどの登山用具のほかに、ロープやウイスキーの空瓶、メイク道具の一部などが没収された。没収したものをまとめて洞窟の最深部、僕とリサが寝床にしていた付近に置いておくことになった。逆に言うと、これで全員が丸腰になってしまった。何かあっても身を守れない。辰巳さんって本当に冷静よね。ちょっとそうだね、仲間の他殺隊を突然目にした後とはお手を思えないくらいだ。みんながねテンパっているとやっぱり冷静になるもんですよ。なんか含みがない？別に辰巳さんだけ疑っているわけではないけど、僕たちを除いたら犯人である確率は3分の1だ。うん、失踪している2人を加えても5分の1だからね。容疑者であることは間違いないよ。僕ね、犯人女性だと思うんですよね。島抜きを1回で止め出す自信がなかったからめった刺しにしたんじゃないかな。僕はきっぱりとそう伝えた。そうだよね、実際に島抜きくんが殺されているんだもんね。もう仲間だから信じたいなんて言っていられないよね。リサは思い詰めるように地面の一点を見つめた。僕はリサを心から愛する者として、こんな時こそ彼女を勇気づけなければならない。僕が守るから。オープニングのセリフだ。健一郎？誰が犯人かまだ全然わからない。でも絶対にリサには指一本触れさせないから。健一郎、ありがとう。だから安心して。うん、分かった。真剣に伝えたおかげだろうか。弱々しいながらもリサに笑顔が戻った。何があっても僕はリサを守らなければならない。僕の目の前でリサが誰かに傷つけられるなんて、最悪殺されてしまうなんて、そんなことが起きてしまったらそれはこの世の悲劇だ。僕はそんな絶望に耐えられる自信がない。僕は死ぬまでリサとずっと一緒にいたいんだ。岩月、何を二人でこそこそと話している。やましいことでもあるんじゃないのか。
あるか。先に集合地点に戻っていた部長からの怒鳴り声が奥に向かって飛んできた。いきなりこんな事態になって気が立っているのかもしれない。あまり部長は刺激しない方が良さそうだ。これなぁ、下手すると同士討ちになっちゃうからなぁ。僕はリサの手を引いてみんなの元に急いだ。八代くん、緊急事態だからこそまずは彼女を元気づけるのは普通だと思うわ。あまり興奮しないで冷静に話し合いましょう。そうしないと犯人が誰かなんて分かりっこないわ。お願い。うん。僕たちが到着すると美咲さんが部長をなだめているところだった。部長は罰が悪そうな顔で押し黙った。まずは状況の確認だ。昨日の夜みんなで食事をした後の各自の行動を教えてほしい。初見さんがメンバーを見渡した。デジャブだまたこうなるか。初日は8人いたのに今は5人に減っている。まずは自分から話す。とはいえ昨日は解散してすぐに寝ただけだ。夜中に一度トイレに起きたが、時間はわからない。起きたんだ。島抜きの方は見ていないから、この時点で異常があったかどうかもわからない。起きたのは俺が最後で、時間は5時15分過ぎだった。うんうん。その後、順番に昨夜の状況を確認したが、解散後すぐに就寝したという証言しか得られなかった。絶対おかしいだろ。こんなことってあるか。7時台に寝始めた俺たち全員がそのまま朝まで熟睡だぞ。このままだと今のところ怪しいのって水と食料なんですが、直近に食べたのがバナナケーキと水っていうので、両方とも辰巳さんが関わってるんですよね。え、まずいな。俺なんて昼寝までしてたんだぞ。そうは言っても、みんなの証言からすれば、それが事実だということになる。辰巳さんが部長の言葉を否定した。辰巳さん、あなた昨日のケーキに何か変なものを混ぜたんじゃないんですか？嘆きの悪いことを言わないでくれ。あれはもともとみんなへのプレゼントだぞ。これに俺だってみんなと同じようにケーキを食べているんだから、変なものを混入しても仕方がないだろう。確かに。そうか。そりゃまあそうなんですけど。部長が納得していないのは表情を見ればわかる。八代くん、根拠もなく人を疑ってはダメよ。昨日、辰巳さんが言った通り、空腹時にお腹に溜まるものを急に食べたから、眠くなったんだと思う。それはちょっと擁護しすぎかな。多分こんなところに強制的に足止めされているという精神的なストレスもあるんだと思います。とりあえず部長に冷静になってもらおうと、僕も美咲さんをフォローした。でもそろそろ救助が来る？証拠もないのに誰かを犯人扱いし始めると、変な風にエスカレートしてしまうかもしれない。芽生えた疑惑はもう取り除けないんですよね。昨日のことはとりあえず分かりました。でも一昨日の件はどうですか？別に大したストレスは感じていなかったですし、
空腹でもなかった。これはアルコールのせいだろう。辰巳さんがうんざりした様子で答える。いや、とりあえず昨日は納得しましたけど、こんなことが続けて起きたらやっぱりあれだっておかしいですよ。昨日だって昨日と同じように朝まで集団で熟睡していたんですからなあ。部長は同調を求めるように体の異変を訴えた僕たちの方に向き直った。何？私の作ったキムチ鍋を疑っているの？やめて。料理担当の美咲さんが部長に敵意のこもった視線を返した。敵意こもっちゃった。いや、そういうわけじゃないんだ。鍋じゃなくて他のものに混ざっていたのかもしれない。水。あ、酒？そうだ、酒だ、酒。あ、僕が急に浮上しちゃった。酒だったら飲んでなかった辰巳さんが普通だったのも理由がつく。酒を準備したのは自分だ。急に自分に矛先が向いたので慌てて反論する。お酒はすべて新品を用意しましたよ。封も開いていないのにどうやって異物を混入させるんですか。開けたところはみんな見ていたじゃないですか。コップ怪しくないかな。僕の反論に部長はそのまま黙り込んでしまった。洞窟内に嫌な沈黙が流れる。僕だったら食器に塗るかな。美咲も岩月もあまり感情的に反論するのはやめよう。あとそもそも八代は簡単に周りを疑うようなことを言うもんじゃない。確かに。確かし。だがその場をなだめようとした辰巳さんの言葉が部長には憎わなかったらしい。仕方ないでしょう。急に殺人事件なんて起きたら誰だって疑心暗鬼にもなりますよ。辰巳さん、大体よくあなたが他人事みたいにものが言えますね。誰も言わないから俺があえて言いますけど、そもそも初心者のともかちゃんがいるのにこんな厳しい冬山をセレクトしたのは誰ですか？その結果こんな洞窟に滞在することになったのは誰のせいですか？そうなんだよな。もしもっと普通の山に登っていたら、もしテント泊していたら、島抜きがあんなことにならずに済んだんだ。辰巳さん、あなたそういった諸々の責任はどう考えてるんですか？それはでもね、なんて言うんだっけ、結果論じゃないけど、もしもの話になっちゃうからな。部長が辰巳さんに向かってまくし立てた。すまないと思っている。あ、口だけなら何とでも言えますよ。こっちはこんな状況に巻き込まれていい迷惑ですよ。もうここで待つしかできないんですからね。しなさい。この時美咲さんが静かに口を開いた。武力のある押し殺した声に先ほどまで息巻いていた部長も口をつぐむ。ん？いい加減にしなさい、八代くん。被害者ぶって話を進めているけど、登る山も、ここに泊まることも、すべて部長のあなたが最終決定していることを、まさか忘れたつもり？もし私が島貫くんを殺した犯人なら、理不尽にみんなの輪を乱す、あなたを真っ先に次のターゲットにするわ。いや、僕が犯人なら、野放しにしますね。好都合じゃないですか。むしろね、朝をへがやせるか。あ、ちょっと待った。変なこと言うと、僕の好感度が、僕の好感度下がる。
美咲さんの過激な発言に部長が絶句した。愛しの君にそんなこと言われたらショックだよね。八代、そしてみんなすまない。八代が言った通り、こんな状況にみんなを巻き込んだのが自分だというのは俺も自覚している。謝っても仕方がないことだが、本当に申し訳ない。渥美さんが深々と頭を下げた。どう声をかけていいかわからずに、みんなで困惑しながら顔を見合わせる。二つ言っておきたいことがある。一つは犯人についてだ。俺には誰がこんなことをしたかはまだ皆目見当もついていない。だが、みんなで結束するためには一旦翔と友果が犯人だと仮定しておくことがいいと思っている。いなくなった二人ですか。そうだ。残ったメンバーで疑心暗鬼になると結束が崩れてしまう。バラバラに行動すると隙ができてしまうから、誰が犯人だとしても危険だ。だから残ったメンバーは断定的には信じ合って一致団結する方がいいと思うんだ。こんなところにいられるか、わしはわしは一人になるで部屋にこもるぞっていうのがね、一番危ないんです。それに今現在確実に誰も凶器を持っていない我々よりは、何を持っているかわからない二人を警戒することは合理的だと思う。そういうことにしておくということですね。そうだ。もう一つは、八代がさっきここで待つことしかできないと言っていたが、俺は待つこと以外にもやれることがあると思っている。何ができるっていうの？美咲さんが尋ねた。いなくなった二人を見つけ出すこととかな。足跡とかね、残ってなかったのかな、直後だったら。でもあの二人がどこに行ったかなんてわからなくないですか。部長の言うことはもっともだ。確かにわからないが、二人が自発的にいなくなり、かつ島抜き殺害の犯人だと仮定すると、この洞窟近くの目立たないところにでもテントを張って過ごしているんだと思う。でもその過程だと、犯人は凶器を手にした殺人犯ということになりますよね。それって探しに行くには危険すぎるんじゃないでしょうか。僕は当然の帰結を口にした。実はその通りだ。俺も先ほどから考えているが、二人が見つかるような状態なら近づくのは危ないし、逆にそうでないならすでに下山しているか、それとも、もう島抜きの変わり果てた姿を見たばかりなので、この先は言わなくても明らかだった。こんな時に空気を読めない島抜きがいたら、誰もが想像つくことをそのまま口にしたり、渥美さんにはっきりと質問したりいたのだろうか。そうか、二人を探すのは危ないかもしれないが、俺たちが通ってきたコース上に目印になるようなものを置いてくることはできるな。登山コースを離れてからこの洞窟に来るまでは15分くらいだったからな。ダメ、あの二人が犯人だとしたら危険だわ。それに靴もアウターもない状態で、あの道のりを往復するなんてできっこないわ。真っ先に強行に反対したのは美咲さんである。危険かもしれないが、普通に考えればテントの中にいるだろうから、
と俺の方が先に見つけて迂回することができるはずだ。それにアウターはなくても上着を重ね着させてもらって、新聞紙のスリッパにビニール袋を重ね履きすれば往復ぐらいはなんとか持つ気がするんだ。あの登山コースはこの時期でも一日に何組かは通る一般的なコースだから、ただ待つよりも早く救助を呼ぶことができる可能性があるはずだ。つみさんは荷物を取りに洞窟の奥へと向かった。どうしてみんなは止めないの？待っていてもそのうち救助は来るんだろうし、わざわざ危険を冒して辰巳さんが外に行く必要はないでしょ。それでも僕たちは無言だった。昨日と今日で状況は全く違うので、部長もリサも辰巳さんを止める気はないのだろう。僕は僕で辰巳さんはやるべきことをやる責任があると思っているため、口出しをするつもりはない。やるべきことをやる責任。そんな。美咲さんは誰からも協力が得られないことに気づくと天を仰いだ。戻ってきた辰巳さんはタオルとカイロを取り出して足に手早く巻きつけた。そしてビニール袋でこの足をガードし、ビニールテープで縁の部分をぐるぐる巻きにした。本当に行くつもりなの？ああ、こんな状態になったのは俺のせいだから。少しでも救助の可能性が高まるのであれば、俺はその手を打っておくだけだ。でもね、僕の予想だとね、犯人の狙いはあなたか、島抜きだった。なんだろう。なんで島抜きが死んじゃったんだろう。やっぱり途中で目が覚めて、渥美さんを、に何かを見られたと思った犯人が間違って島抜きを、かな。渥美さんが有無を言わさない口調で答えた。じゃあ行ってくる。コース上の目立つところに設置を作って、ビニールテープで SOS とこちらを向けた矢印を貼り付けるつもりだ。あとは見つけた人がアクションを取ることを祈るしかない。無事に帰ってきてね。辰巳さんが戸惑いなく入り口に向かっていく。私も行く。美咲さんが追いすがるように声をかけた。ダメだ。言い方は悪いが、美咲は足手まといだ。でも、先にはここを離れてはいけない理由がある。厚美さんは自分のザックから袋を取り出し、一枚だけ板チョコを取り出してポケットに入れると、袋ごと美咲さんに渡した。念のため伝えておくが、万が一自分に何かがあったら、君が食料の保管係になるんだ。やっぱりね、恋人同士が信じ合っている。何かあったらって。岩月、お前は他の誰かがここから出ようとするのを、何があっても止めてくれ。こういう時に一番怖いのが、二重そうなんだ。たとえどれだけ時間が経って帰ってこなかったとしても、よろしく頼む。はい。ああ。名指しで指示を受けたので思わず返事をしたが、この辰巳さんのセリフはいくらなんでも死亡フラグが立ちすぎのように感じた。嫌だ。なんで辰巳さんがそんなことしないといけないの。
元はといえば、八代くんが言いがかりをつけるから、こんなことになるんじゃない。な、俺のせいじゃないだろう。渥美さんだって自分で自分の責任って認めてるわけだし。涙目の美咲さんに部長もタジタジだ。やめてくれ。さっきも話した通り、大事なのは残ったメンバーで一致団結することだ。君がそんなことでどうする？お願いだから俺の言うことを理解してくれ。辰巳す、辰巳さん、帰ってこない気がするな。美咲さんは不本意ながらも口を閉ざした。一応伝えておくが、今から救助の目印を掲げに行くことに、八代の発言は一切関係がない。今回のことは結果的に見て、間違いなく俺の判断ミスだ。俺はそのミスを少しでも挽回したいが、島抜きが死んでしまった以上、もちろんこんなことくらいで挽回ができるとは思っていない。みんなは辰巳さんの言うことを黙って聞いている。出発前にいくつか言わせてくれ。まず一番大事なことは、みんなで協力して結束して救助を待つことだ。余計な揉め事で精神のバランスを崩すことは絶対に避けるんだ。次に、救助の遅れを想定して少しでもカロリーの消費は節約することだ。なるべくシュラフでおとなしく過ごすべきだ。なんかね、遺言にしか聞こえないんですよ。最後に、一番警戒すべき就寝時は最大限の注意を払った方がいい。交代で見張りを立てるべきだ。見張りは二人にすれば内外どちらも監視できる。でもまだ朝の8時過ぎだな。この話は夕方に追って決めればいいだろう。辰巳さん。先ほどまで辰巳さんを責め立てていた部長はやっぱりおとなしくなっている。時刻は辰巳さんの言う通り8時10分だった。さて、だいぶ話が長くなってしまったが、決意が鈍らないうちに行ってくる。少し大げさな感じになってしまったが、危ないと判断したら引き返してくるから、大したことはない。僕悲しいな。無事でいてほしいな。辰巳さんは不安を感じながらも、なんとかみんなを安心させたいというような曖昧な笑顔を見せる。じゃあな、遅くとも2時間すれば帰ってくるから、この間は八代、みんなを頼むぞ。こうして辰巳さんは白銀世界へと消えていった。本当は自分だって不安だろうに。私たちを安心させるために笑顔まで作るなんて。本当に大人よね、辰巳さんは。君ちょっと疑ってたくせに。まあ、僕も人のこと言えませんけど。そうだね。僕もそう思うよ。心情とは異なる表情を作れる辰巳さんを僕も心から尊敬する。辰巳さんの姿がすぐに白い吹雪に飲み込まれた後、立ち尽くしていた美咲さんがふらりと動いた。僕は慌てて声をかける。あとは会わないでくださいね、辰巳さんとの約束ですから。行かないわよ、少し一人になりたいだけ。美咲さんは自らの寝床の方へと向かっていく。と、美咲さんが足を止めて振り向いた。あ、そうだ。大事なことを忘れていたわ。今日の分の板チョコを
みんなに配ってから、ゆらゆらと力なく戻っていった。部長、美咲さんのことよろしくお願いします。あった。部長が神妙にうなずいた。元気出してください。さっきは何も言えませんでしたけど、部長の気持ちもわかりますから。リサが励ますと部長は力なく笑った。やっぱりリサちゃんはいい子だよな。岩月なんかにはもったいねえわ。こんなことが言えるくらいなら大丈夫だろう。くっ。新一郎をバカにするなら電源撤回しますよ。悪い悪い。部長は背中を丸めて美咲さんの方へと向かった。